はい、どうもエルザです。それではレベナントやっていきたいと思います。こちら PC ゲーから PS4 版になったゲームですね。有名配信者もだいぶ多いですが、ちょっとね、ダークソウル系の FPS となんかね、また不思議な感じなんですけどね、ちょっとやってみたいなっていうのがありましたので、PS4 版で今回やっていきたいと思います。ここで何してるんだ？ということで、いきなりね、キャラクリエイトから始まるんで、ちょっとやっていこうかなと思うんですが、キャラクリちょっとやってみましょうか。はい、ということで、キャラクリおりました。そんなにキャラクリ自体がね、ないので、このキャラでやっていこうかなと思います。最後の希望が絶たれた時どうすればいいだろうか。その答えは自ら探さなくてはならない。私たちの最後の希望はかつてこの海を渡った、長きにわたり我々から奪い続けた怪物に終焉をもたらすために。終焉は訪れた、いやそう思いたかったのだろう。竜が不死鳥のように空に舞い上がり、そして豪華でその身を焦がす。だが英雄は帰らなかった。嵐、怪物、鈍ることのない恐怖のみが歩みの糧となる。あなたの旅路は過酷なものとなる。嵐が吹き荒れ、ドラゴンの塔を取り囲むように覆っていた。滅びたはずのドラゴンが灰の中でうごめき目覚める。逃げ道は用意されていない。塔にたどり着き、我々の戦士がどうなったか知れ、そしてそこに潜む何かと戦え。たとえ最後の希望が絶たれようとも、誰かが意志を継ぐ。そう、そこに命がある限り。お、無事島に上陸できた感じだね。でもダークソウル系と聞いてたんで、あと銃って聞いてたんだけどね。まさかの剣持ってるからね。罰は回避。で、丸がしゃがむと。この辺りは あれかな、ダークソウルと似たようなところはあるかなだしね。よし、じゃあ早速チュートリアルを進めていきたいなと思いますが、おお、近接攻撃ね。近接結構切るね。ブラッドワード、消費アイテムは一時的にあなたを助けてくれます。これらの消費アイテムは落ちているものを見つけるか商人から購入することができます。上を押します。これを飲むとライフ回復。じりじりとあと24秒間効果ありますよって感じだね。いやー、あんまり飲みたくない色ではあったけど、レッドポーションかなんかかな。なんかいるね。出てきたー。さて、いやー、一応ライフは乗るんだね。
罰回避ね。さて2、3、スタミナあるんだね。それ忘れてた。そうだそうだ、ダークソウル系だからスタミナが。これ左上に持っていきたいな。これさ、配置替えできないんだろう。しかもちょっとダメージ表示ありがたいね。インターフェース系はサイズは変えれるけどって感じか。そしたらこれぐらいでいこう。うん、これぐらいだとまだ見やすいね。100でもいいぐらいの。左上が良かったな。うわー、なんかめっちゃいるな。あ、そっか、結局ジャンプはできないからか。めちゃくちゃいるな。あ、バレるよね。ちなみにここはできないんだね。よし、ある程度ひるむね、切ったらね。なんだここ、結構近未来的な感じだよね。さあ、罰で障害物くれて、なんかやばそうなのがいますね。意外と走ってどうにかなる。ちなみにここは入れない。いやー、チュートリアル意外と、そっか、走るのにもスタミナいるんだね。やべえな、画面見づらくて全然つかめんわ。あそこいるしね、なんかね。さあ、なんかめちゃくちゃ銃の音するんだよね。よし、意外とゴリ押しは、いや、ゴリ押しはっていうけどさ、2体か。さあ、もう回復アイテムはない。やばいな。近くで戦ってる音はするんだよね。絶対出てくるでしょ。
かりして。もう大丈夫よ。お客がやってくるぞ。早く早く早く。目が覚めたんだね。こんにちは。ちょっと動かない方がいいよ。ひどい怪我なんだから落ち着いて。傷口が開いちゃうよ。そうだね。お前は誰だ？僕はあなたに会いたかったんだ。司令官から許可をもらった。司令官？私はどうやってここに？コード司令官とリグラーさんが外であなたを見つけてここに連れてきたんだよ。でもマークはもう戻ってこないって。ああ、あの入り口にいた人か。外にいたのはマークか。彼は僕の。うん、なんでもない。司令官が会いに来るようにと言っていたよ。彼女は廊下の先の部屋にいる。彼女ならきっとあなたのいるべき場所を見つけてくれるよ。またね。いるべき場所ね。さあ、外からの来訪者ということで、ちょっと違うよね、身なり的なところがね。あ、壊せるんだ。まあ、四角でゲット。パンチで壊すっていう、やべえな。30だね。おお、何でも壊せるな。そしたらなんか、あ、これはさすがにね。スクラップ。はあ。勇敢だね。あ、一応この中でも体力は消費するんだね。あらあら、お目覚めのようね。うちのゲートの前でかなり暴れてくれたわね。お前は誰だ？私の武器はどこだ？私はフォード、この基地の司令官よ。で、あなたは招かれざる客ってとこね。ウォード13へ連れてきた人間を何者か探るのが私の仕事。あの海岸で生きている人間なんてそう出会えるものじゃない。あそこで何をしていたのか本当のことを話しなさい。さもなくばルートの餌食よ。そう、ね、塔に向かってきてたはずなんだけど、海の向こうの島にある塔に行きたいんだ。長い間誰もあのタワーへは行ってないわ。でも、この嵐の中ではあそこへ行くなんて不可能ね。実のところこのウォードは孤立してしまっているの。あなたを引きずり込んだ後ゲートを閉鎖しなければならなかった。ルートがそこら中にいたからね。でもあなたは今ここにいる。それで思いついたのよ。出て行きたいんでしょ？なら、その前にやってほしいことがあるの。仮を作った覚えはない。仮を作った覚えはないんだけどな。何か用か？まず、電力を復旧させるの。嵐でリアクターが壊れてしまってね。十分な電力があれば、ここから抜け出す別の方法を見つけ出せるかもしれない。じゃあ、そのリアクターはどこだ？地下深くにある。あそこにある地下へと通じる階段を使ってリアクターを直すことができたら戻ってきなさい。簡単そうだけどさ、なぜこれを私に託すんだ？仲間を失うわけにはいかないからよ。すでに数日前に地下で仲間を一人失ったわ。間違いなくルートがここへの侵入経路を見つけたのよ。リグスにあなたの件のことを聞いてみて。ルート相手に素手で抵抗なんてできないからね。約束を果たしてくれたらここから出られるようにしてあげる。
約束ね。木箱あたりは壊せる。こう、ああこういう風にできるわけね。ほう、ダッシュでモーション変わるのか。じゃあとりあえず、あ、こっちは何、武器屋か何か。よう、元気そうで何よりだ。ウォード13へようこそ。あ、そうだな、最悪の気分だ。できるだけのことはやっといたぞ。もともとタフそうだけどな。俺の名はリグラ、みんなからはリグスと呼ばれてる。なんだその剣、ひでえな。戦いでボロボロになってるじゃないか。悪いが手の施しようがない。お前を見つけた時には剣はもうボロボロだった。鉄くずとしては使えるかもしれねえが、確かエースが町の外で武器をいくつか見つけたと言ってたな。もしかしたら何とかしてくれるかもしれねえぜ。エースは地下でリアクターを確認するって言ってたぜ。うまくやれよ。じゃあすぐに電気が戻ればいいけどな。地下に行かないといけないって言わけか。何も持ってないわよ。何も持ってないわよ。そんな言い方しなくても。驚かせようなんて考えるんじゃないわよ。何？あんた一体どこからやってきたの？本当にびっくりしたじゃない。こんな場所で一体何してるの？あんたここの人間じゃないわね。私はエース、エースコッテリル。何が望み？リアクターを探してる。じゃあこの場所に来たのは正解ね。でも問題があるわ。リアクターを起動したことはあるの？いや、ないんだけど。そうね、起動した後はしばらくの間すごくうるさいわね。操作は簡単、上の階にあるターミナルのボタンを押すだけよ。できれば私が自分で起動したいけど、きっとまた奴らが襲ってくる。待って、奴らが襲ってくる。彼らと違うわ。賞賛があるかもしれない。そうね、私に考えがあるわ。あんたは上へ行きリアクターを始動させる。そして起動完了まで私がモンスターを退治するの。あんた武器を持ってないの？私が助けてあげるわ。おお、これで選べると。さあ、ハンターカルティスト、スクラッパー。特徴は、ハンターは長距離での戦闘に特化している。高精度なハンティングライフルや信頼性の高いリピッタースピストル。はいはい。モッドハンダーズマスクは敵をマーキングし、壁の向こうにいるターゲットは。あー、なるほどね。ねえ、カルティスト、中距離での戦闘やサポートに特化している。強力な高知ガン、リピーターピストル、魔剤の斧を装備し、はいはい、メンダーのオーラは範囲にいる全ての仲間の、あー、回復があるのね。で、スクラッパーは近距離戦、近接。はあ、ショットガンとかそういうのが。あー、ショットガンいいな。でも多分中距離だよね、あの動きの速さからするとね。いいじゃない、勝利に近づいたわね。上の階に行ってリアクターを起動させるのよ。さあ、スピリット、リピーター、ダブルバレルショットガン、スクラップハチェット。ああ、でこれがあれか、今のか。スピリット、活力、スタミナ、モッドパワー。これはまた今からだろうね。上の階に行ってリアクターを起動させるのよ。ああ、構えなかったらもうダメなんだね。ちなみに、あ、銃の切り替えは三角、ディビジョンと一緒だね。
その前にアイテムをね。まあないかな。なんだろう、敵が来るってことか。今からねこういう状態になったってことは厄介やな。ね、弾も104発か全部で。ああ104と27。弾の制限があるっていうのは一番厄介だね。さあ起動。めっちゃ来てる。いや、下、これ、近くでリロードね。いてー、いきなり来たね。してないけど、どうどう？全然倒してないじゃん。丸だと回避行動ができるわけです。あ、それもかっこいいな。結構来るねー。君は強い。今のちょっと硬かったな。今のやつだけ。おお、あ、これおもれ。やるじゃない、あんたを見直したわ。フォードは賢い選択をしたわね。フォードの元へ向かって結果を報告して、何か必要な時はショップに寄るといいわ。戦闘のセンスがあるあんたには特別に割引するわ。ほう、センスがあったか。てかさ、あのね、キャラクターの声がさ、ね、見た目と声がバランスが合わなくてめっちゃ気になるんだよな。弾は15発入ると。アイテムは落ちてないね。ダークソウル系っていうことはさ、あ、やっぱ撃てるんだ。ずっとアイテム買えないとか、なんかそういう風になりそうだよね。ちなみにマップは見れる。武器の収納をね、念のためしときたい、覚えておきたいんだよね。
特にない感じか。このしゃがむのがね、結構ありがたい。電気が戻ったな。助かるよ。よそ者よ、君は見ず知らずの人のために多大なリスクを背負おうというのか。私の任務は何よりも大事だ。リスクも大きいかもしれないが。ああ、そうだ。あの小さな島に行こうとしているんだろう。噂話とは早いもんさ。特に噂話が少ないここではな。友よ、聞いてほしい。君にとって私がどこの馬の骨とも知れない人間であることは分かっている。しかし私は君を放ってはおけない。君に運命を感じるよ。これから世界を救うんだろう。なんかすっげえいつの間にか壮大になってね。まあやってみますか。さあこれを君に。ん？外の世界で己の信念を貫ける者は決して多くない。私の古い友人はこのちっぽけなものに死を退ける力があると言っていた。ほんの気休めかもしれないがな。それと気休め、ね、他にも君の旅に必要な物資を買いたければ私のところに来なさい。向こうにいるエースと私はいろんな品を取り揃えているんだ。でもその石は君にあげるよ。大事にしてくれ。それからもう一つ、エレン、いやフォード司令官は教えてくれないだけであそこの島には詳しいはずだ。彼女にウォード13の創設者について聞いてみてくれ。そうすればおのずと君の進むべき道も見えてくるはずだ。ここに新顔が来てくれて嬉しいよ。さあ、ドラゴンハート。ドラゴンハートはヘルスを回復するために利用できます。あ、そっか、ヘルスって言い方するんだね、タイル君ことね。使用回数が決まっており、使い切ると効果を失います。ドラゴンハートの回数は死亡するかチェックポイントで休息するか。ここに新顔が来てくれて嬉しいよ。じゃあ一瞬でこう使えるってこと。おお。エレンに会いに行きなさい。彼女はきっと自分の言葉で君に感謝を伝えたのです。感謝ね。あ、いいですか。レスがいなくなった真相は誰にもわからないわ。レスがいなくなった真相は。あ、でもアイテムは手に入らないと。じゃあちょっと報告に行きますか。リアクターを直してくれたのね。レジーからドラゴンハートをもらったよね。その理由がなければ彼がそんな強力なものを手放すはずがない。彼はワード13のファウンダーについて話した。彼は私の運命は決まっていると言っていた。それで私に助けを求めるように言われたわけね。はあ、仕方ないわね。レジーは老いぼれかもしれないけど彼の判断はいつも正しいから、あなたは信頼を勝ち取った。あなたが旅に戻れるように協力するわ。助けはいらないって言いたいけどな。まあまあここはね、私たちの助けなしでは手助けしてもらおう。長くは持たないだろうけどね。下の階にいるリグスとマッケーブに会いに行きなさい。あなたにぴったりの装備をくれるわ。その後でリグスとマッケーブ、また会いましょう。さあ一旦報告は終わったんで、まあ切りがいいんでこの辺りにしよっかな。ただねこのゲーム、あーそっか、まだオートセーブできないのか。まあいいか、ちょっとそこまでやろうか。リグスの攻防で装備をアップグレード。来た。よう相棒、電気の復旧ありがとうよ。フォードが町に向かうための準備を手伝えって言ってたぜ。俺たちを解放してくれた礼にってな。もしかしたらお前の古い剣をうまく流用できるかもしれねえ。見せてみな。鉄スクラップ。もうスクラップ行きやったな。はいはい、強さを増していくことができる。
102が112に上がると。こっちは17が 18.7。 マガジン相変わらずなんだよね。まあ、ショットガンはちょっと強化しときたいね。あ、そっか、鉄か。アーマーはこれは最大レベルなんだね。おう、そりゃいいな。あとこいつを持ってけ。強力な物じゃないが、今のポンコツよりははるかにマシだ。ほらよ、少しは強力だ。枯れ木も山のにぎわいってな。さあ、衣装ももらえましたね。そうだ、追加の物資そんなに多くはないが、ただお前は俺たちを助けてくれた。だから俺たちもお前に最善を尽くす。いつか武器のアップグレードが必要になったら俺のところに来い。あそこにいるマッケイブがお前の装備を強化してくれる。だがあいつは職人気質でな、仕事以外のこととなると口数が少ないんだ。職人気質すぎるだろ。マッケイブが君かな。フォードが話していた外から来たやつってのはあんたね。フォードは何て言ってた。町に行くための武器を渡してやれって。私にはあんたなんかにただでいい武器を渡す彼の気が知れないけど、司令官にとってはルートを数匹倒しただけで十分だったようね。あんたみたいな野良犬でもフォードが助けろというのなら仕方ないわね。私はめちゃくちゃ言うな。エンジニアよ。そしてあんたのことが嫌いなの。言っとくけど私はガラクタ商人じゃないからね。ゴミで遊んだりはしないの。いつもそんなに不機嫌なのか。世界はもう終わるんだから。不機嫌だろうが人の勝手でしょ。じゃあ本題に入るわよ。今渡すことができるのはそれだけよ。もっと欲しいならたくさん素材を持ってくるのね。それにただじゃないわよ。用が済んだならうせな。あんたの相手は疲れるの。やれやれ。ありがとう。ねえ、武器モッド。はあ。武器で敵にダメージを与えることでと、R1で使うことは可能。はあ。メンダーのオーラ、ヘルスを毎秒10回復。ああ、これ回復するやつか。ああ、なるほどね。まあ、これで大体。話は整ったと。で、フォードさんに話してっていう感じだね。これ、オートセーブってことか。なかなかやね、セーブ、自分ではできないんだね。なんか、ありそうだけどね。ダクソ的やつが。新しい装備が手に入ってよかったわね。リグスとマッケイブは。いい仕事をしてくれるわ。これであなたの旅の準備が整ったのならいいけど、ゲートを使ってここから抜け出すことはできない。でもファウンダー、私の祖父がずっと昔にこの鍵をくれたの。彼は最後の手段としてこの鍵を使うように言っていた。そして今がその時よ。私たちのために危険を冒してくれたことを考えるとこれぐらいしないとね。受け取りなさい。メインルームの階下にターミナルがあるわ。そこでその鍵を使いなさい。うまくいくことを祈ってるわ。で、もし爆発したら、まあ、そうならないことを願ってるわ。ジョークがね、もう海外乗りだよね。さあ、とりあえず起動だね。まあ、ある程度これで話が進むわけだ。こっちか。
さあ、クリスタルを調べる。重要だったみたいね。クリスタルなんだね。これか。さあ、システムロック中。鍵を挿す。で、システムが動き出すと。ワード13コマンド&コントロールアクセスターミナル。では、起動。話には聞いていたけど、本当に稼働するなんて。このクリスタル、これが今では下界へつながる唯一の扉かもしれない。ここから出たいのよね。ならやるしかないわね。もうお前の使いパシリにはならない。ああ、どうすかな。ファウンダーとか言った。私の祖父は以前ここの司令官だった。彼は皆からウォード13のファウンダーと呼ばれていた。ルートに初めて攻撃された時、彼が皆をウォード13へと誘導したの。祖父はルートがどこからやってきたのか突き止めることにしたわ。彼は大半を外で過ごしていた。答えを得るために。そしてある日を境に祖父は戻ってこなくなった。祖父の身に何が起きたのかはわからない。このウォードから出たところに部屋がある。祖父の記録、どこへ向かったのか、すべての手がかりがそこにあるわ。アトールへ行きたいのなら、行き方を知っているのはおそらく祖父だけよ。聞いて、あなたには大変な思いをさせているかもしれない。皆にとってもそうだったように。それでもあなたは私たちに力を貸してくれた。本当に感謝しているわ。そう、これで話はね、チェックポイントを利用。ダクソやな。さあ、サバイバルモードが利用可能になりました。転送ワールド設定、メインクエストとアドベンチャーと。はあ、まあこれで転送して隠れ家に行くというところなんだろうね。ではまあ切りがいいので、今回ここまでにしたいなと思います。まあまあ、こっからガンガン敵と戦うことになるんじゃないかなと思うので、まあ楽しみにしていただければと思います。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。